おはようございます。ジャン君異常なし、ポンちゃん異常なし、とてもご機嫌うるわしゅう。それから、シオン君異常なし、シオン君はとても元気ですね。まずはラブちゃんロスなし、大丈夫そうです。むしろ、ラブちゃん化が進んでいます。アンズちゃん異常なし、ご機嫌もいいです。ただシオン君とアンズちゃん、この2人が、結構仲のいい時と、まあ主にハンモックの取り合いなのかな。ハンモックにアンズちゃんが、くつろいでいる時に一緒に入りたいよっていう風に、シオン君が来るとですね、大変怒ってですね落としてしまいます。ここは私のっていう感じなんでしょうか。さらに今朝ですね、2階にシオン君がいて、このステップ状態のところにですね、アンズちゃんが行って何かちょっかいを出したんでしょうね。ちょっとシャアを言っていました。ただこの、その後ここにシオン君がいたかな。でアンズちゃんはハンモックに乗ったと思うんですが、この距離で、平和な関係が築けているということは、さすがはやっぱり、そもそもその母と子であることということなんだと思います。今のところ特に問題はないと思います。それから、シオン君はご飯ごとに、外に出て遊ぶんですが、まあラブ君とシオン君2人出ている時ほどは、暴れませんので、外にいる時間はちょっと長めにとってもいいかなと。アンズちゃんが外に出られないのでですね、開けっぱなしはちょっと難しいというか無理なんですが、少しずつねシオン君は家猫の状態を、まあ作ってもいいかなと思っています。さあそして、一泊目を迎えたチャコちゃんですね。チャコちゃんは昨日の夜ですね、11時の夜ご飯をそうね 90% 食べましたね。何か好き嫌いが少しあるのかもしれないですが、お腹が空いて食べてくれました。そしてトイレですね、トイレはちょっと、かき回した形跡があるのでトイレもしてくれているかもしれません。これからですね、トイレの掃除をして確認をします。そしてですね、ちょっとごめんね、ちょっと開けて、あ、ごめんごめんごめん、はい、かわいいかわいいシャアだね。昨日買ってきたですね、このベッドを使ってくれています。これにはこの安価がつながっていてですね、下からぬくぬくが来ている状態になっています。多分自分でこんなとこにいいもの発見したと思ってですね、人間に、頼って生きてるんではないのよ、自分でこんなに素晴らしいところを発見したのよというのが、今のチャコちゃんの心境ではなかろうかと。それはそれでとても嬉しいことなので、このまま行ってくれるといいかなと思います。さてじゃあちょっとですね、今うーも言ってるね、小さいうーを言います。
高そうなものを発見いたしました。おめでとう。ちょっと食べ物が変わったからこの色がちょっとツートンになる。ちゃこちゃんのところはこれで完璧に仕上がったと思います。早かったね。ちょっと怖かったのにね、頑張りました。あとは寒くならないようにね、これを中に入れてね、ちゃこちゃんはこれで、これから朝ごはんをあげてですね、みんなと同じようなペースで、成長していただこうと、安心しました。はい、黒岩家の方は平和でございます。まだちょっと確認できてませんが、今朝の報告で、ラブくんの方がどうなっているか今のところ、これからちょっと見てみようというところです。